ロットの意地悪。たまにはね。悔しかったらロットにもマイちゃんの寵愛をくれるといいよ。寵愛とかよくわかんないし、いつも通りに接するわよ。いいわね。もちろん。なんだか楽しそうですね。マイさん、何かあったんですか？なんでもないわ。さん、どうして急に立ち止まって、あ、もしかして。うん、多分またあの子だと思うんだけど。あ、いた。静かに。一緒に入寮した時からアンって無口だと思ってましたけど、こんなにたくさんいろんなことを考えてるんですね。全然知りませんでした。質問の答え考えてくるから待ってて、後で話そう。少し笑ってたわね。今回は作戦成功ってことかしら。それにしても、これ本当に全部答えるの？あんなにめんどくさがり屋なのに。まあね。
あの子、アンと私は少しだけ似ているの。